ハロー YouTube、えー、スポーツ部活チャンネルの立ち順ですすいませんちょっとすいませんすいませんハロー YouTube スポーツ部活チャンネルの立ち順ですえー、6月14日ですねえー、水曜日ですねえー、すね今寝起きでですねすいませんちょっとコーヒーを、まあ、コーヒーね僕ねあんまもう飲んじゃいけない あんまり飲むなとまあ飲んでもいいけど薄いのってもうだ極薄で飲んでますけどねはいえっとですね昨日はちょっと YouTube サボってちょっとね本当ね忙しいんですよやることすごいあってであのー、今週っていうかねあのまあ ちょっとレースにに出るので久々にあの、まあ、トライアスロンじゃないんですけど泳いで走るだけの大会なんですけど、まあ、距離も超短いので多分ビリ、まあ、制限時間内に行けばいいっていうか僕ちょっとやっぱり体重も昔より増えたし体力持ちたので本当になんか無理をしないようにただレースを完走しきるってことが結構トライアスロンとか。 割とフルマラソンとかもそうなんだけど目的なので、あのー、いいんですよねだからそん本当に目標設定僕はもう30過ぎぐらいからねなんかもともと短距離選手なんで長距離に関してはねネガティブなんで、あのー、味わいながらやるみたいなことできるんですよなんか妙に冷静になれる自分がいてそのレースって何が楽しいって考えれるんですよ 短距離って短い距離なんでこうあっという間におらずっし悔しい思いするんですけど長距離ってなんか自分と向き合うだけのものなんで僕の的にはねだからあんまりそのあ大会あるんですけどまあ別にビビってないし、まあ、試合経験が多いですからね僕本当沖縄から本当にみなあのい、ー、ろね東北はいってないかまあ 北関東ぐらいまでの大会出てますし、えーえー、その過酷さき結構激しいんですけどそこでも冷静にいらなきゃっていう何ていうの競争は好きなんだけど競争してる途中は冷静になれるというのが僕の、ね、結構最大の強みなんですよね。で僕は結構闘争心燃えるタイプなんですよそのうわーって アントリオじゃないですかでも好きなんですけどでも僕すごいその本番割と過去、まあ、受験もそうでしたし勉強もも本番めちゃめちゃはっきりするタイプなんですよでんでかよく分かんないんですよそれはまあでも割とその何て言うの冷静に自分見れるっていうか焦って焦ることがあんまないんですよなんかね超焦ってんですけど今もだけど本番になると 前日ぐらいになると落ち着くんですよ。なんかよくわからないんですよね。バカなんでしょうね、多分。<laughs> あので、まあ、あの、今日もちょっとその、ちょっと軽く練習と、あと、ちょっと、あの、ちょっと、文章を書く仕事をやるんですけどねあの。東京ね、今ね、曇りでね、雨降りそうな、どうなんですかね、天気予報、感じです、ね、でで昨日もね。 昨日、僕すいません Vlog 友達誘って日本ハムファイターズが交流戦でねこっちの方に来てるんでドーム来ないでドームたまたま行ってで今回は横浜に横浜近いんですよ40分か50分ぐらいで50分ぐらいでまあ、結局横浜から乗り換えるとなんか1時間ぐらいかかっちゃうんだけどトータルでねまあでもあの1本で行けるみたいな、ね、東京と横浜なんで。 まあ愛知で言えばどうだろうトヨタスタジアム行くぐらいかなやっぱり遠いかな名駅から1時間ぐらいかかるかなまあでも東京の電車っていろいろ楽しいんでいろんな駅があってね都会の街並みが変わっていくっていうかね都会から田舎にまあ横浜も大都会ですけどねあのでまあベイスターズのね久々横浜スタジアム行ってで 仕事も早めに終わらせてで友達東南行ったんですけど友達は当分球場で待ち合わせてねあの友達も東京の人で、まあ、野球スポーツ好きな友達でねあの、まあ、よくご飯とか食べる男の人ですよで、まあ、行くことになって行くことになったんですよ急に行くことにしたんですよねあの梅雨なんですけど、まああのー、天気良くて。 ものすごい気持ちよかったでうね。もう本当に昨日ほどの天気のいい日に野球を僕は見たことがない横浜の浜風がで短パンと T シャツ行ったんですけど僕は風が吹いてて風もちょっとつひんやりしてねで天気も快晴ででねベイサーズっていいチームですよね僕は,僕はあんまり知らないんですよもうセ・リーグとかもあんま中日ぐらいですよね見てるのちょっとあの分かってんで この間もジャイアンツ戦行ってジャイアンツっていいチームだなと思ってあのファンがいいなっていうねあとベイスターズもねあのファンがいいっすよでねもうアウェイ感がすごくて僕まあ日ハムのライトレフト側にいたんですけども1区画だけ日本ファンファイターズファンでまあ試合結果負けちゃったんですけどねあの今永って言ったら WBC 投げてたエースが出てきたんで こっちもまあ良かったんだけど5対3でね結局負けちゃったんですけどねまあ僕ちょっともう遠いんでちょっと早めにこれ勝てねえなと思ったんででも3点取ったんでまあちょっとね負け方が良かったんで今日は <laughs> いけると思うんですけどであのー、なんだっけそうでね横浜のベイスターズってねその多分その広島中日ヤクルトもあったしヤクルトは見に行っ あ言っ,ってないで俺雨で中止になったでジャイアンツもあったんだけどその合間合間にね何回の表の裏にちょっと短い時間に踊ったりもするじゃないですかガールがベイスターズガールも綺麗な人ばっかりでしたねやっぱ都会のなんかやっぱりね日本ハムファイターズファンなんですけどハ,ハムのファイターズのガールと横浜の方がやっぱり垢抜けてるんですよねなんかわか,かんない。気のせいかもしれないけどやっっぱりちょっと全国 こんなね情報が流通してんだけどやっぱりねああいうちょっとダサいっていうかチアリーダーの格好なんだけど横浜のファイベイスターズガールって綺麗な人多いんですよ何か何て言うんですか日本ハムだとちょっとなんかドサンコのなんかこう可愛らしいって感じじゃないですかなんかベイスターズちょっと大人っていうかなんかね手足長くてダンスもなんか結構ガチみたいな。 っていう感じです。でなんかね、えー、外なんで <laughs> 屋外なんでまもう衣が更けてもなんかこうイリュージョンっていうかね。で花火ボーンって上がって、まああのヤクルトサウンズも上がるんですけど、でラッパーがダメなんですよね。東京ドームの室内なんであれですけどラッパーがダメなんでこうなんか J リーグみたいな応援してましたね。なんかまあこの中でねああいう応援を慣れてる。 とにかくその一体感は結構すごくてまあ満員でしたね、ほぼ、まあ、交流戦ということで、ね、人気もあってし僕は10年,年ぶりぐらいに行った時に新庄監督はなんか現役から出すると16年ぶりに横浜スタジオに来たとか言って、まあ、負けてしまったんですけどね、惜しくもねまあしょうがないですね、横浜ベースは強いっすね強,強かった今の日ハムにあんなに競りかけるのはピッチャーもいいし打席もいいし あの僕ちょっと選手の名前あんまベイスターズ分かんなかったんですけど結構みんな守備も上手いし、えー、若いしいいチームですねなんかちょっと横浜ベイスターズ好きになりましたねあれ横浜に住んでたらね応援した方がいいっすよあのやっぱねあの都会の館内っていうところなんですけどあの駅からもう目の前だしそのドームじゃなくてあのちょっとね 古いっていうか、なんていうんですか、本当にヤクルトの神宮球場もそうですけど、なんていうんですかね、本当球場なんですよ。ただ中は綺麗でスタンド、まあ椅子もちょっと狭いですけどね、なんか <coughs> ちょっと僕みたいなでかいやつはね、ちょっと狭いですけど、なんていうんですかね、気軽に都会なので行けるみたいな。やっぱ球場ってああいう都心にないとダメだと思いますね。 うん、でサラリーマンが行けてみたいなもう満員でしたよね日本ハムも見たかったんでしょうねその選手をねあのベイスターズのファンも平日なのにあんだけ入ってんのってやっぱすごいなと思ってでなんかちびっ子がなんかボールを投げる <laughs> なんかで、ね、でっかいこう巨大なあ人形みたいなのが出てきてそれに的に向かって投げるとかもちろんその 畠山選手ねボクシングのあの人は横浜のなんか僕の連れが一緒友達が行ってたんですけど横浜出身なんですよね畠山さんってあのプロボ元プロボクサーの世界チャンピオンなんですけどなんか始球式みたいに投げて <laughs> 横浜のジムっつってもね詳しいさすがスポーツ詳しい方だったんであのやっぱり面白いっすよねそののやっぱ解説ああるとあの 僕もペラ,ペラ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 喋っちゃったんですけどああいうわわ言いながら見る野球って結構久々でしたね。この間は一人だったんで <laughs> やっぱりその選手でも僕より選手名知らない人やつだったっていうかね友達なんですけどあの僕のが日本ハムファイターズの選手はまあ知ってるしその人は両方とも知らないぐらいの人で <laughs> だからだからスポーツの見方っていうかねそのを知っている人なんで。 あのスペクテータースポーツっていうそういう学問があるぐらいスポーツってこの見方があってまあそれもなんか地域性とかチームにもよるんですけどねそのにまあ僕ら昭和世代はそのわーわー言いながら見てるのが楽しいっていうかねそのテレビを家族で見る時の楽しさみたいなそういうのも近いのかもしれないですけどねピース・サーズいいチームでしたね。 ちょっと好きになりました。ジャイアンツも好きになっちゃった僕ねすぐ好きになっちゃうんですよでもすぐ秋っぽいのでよくないんですけどねただ、えー、ベイスターズもジャイアンツも今度また会ったらね交流戦日本ハムこっちに来ることあんまないんでロッテぐらいなんで来ても千葉また遠いなと思いながらね、まあ、遠まあ遠くはないんだけど1時間やっぱかかるんでね帰りがだるいですよね <laughs>、うん だから横浜だとまあ都会で電車の本数も多いんで帰りもピューってね新宿に JR だったら一分で行くんであのまあその館内っていうところが JR なんだけどこう一本では東京に行けないんでちょっとしんよ隣の隣の駅でね乗り換えするのがめんどくさいんですけどねなんか久々になんかうんなんか横浜感ありましたねやっぱあの辺行くと横浜だなって思いますよねなんか。 名古屋の人にはちょっとわからない感覚なんですよねあの横浜感覚なんかねやっぱね日産自動車がやっぱバーってあってね横浜スタジアムも、あのー、やっぱ日産の街なんですよあ行くぜ日産だっけやっちゃい日産だっけ木村,木村拓哉さんあのー、やっぱり日産の色が強くてで道は舗装されててね広いんですよ名古屋っぽいんですよこう車がすごい車が 行き交うように道が整備されてゴマの目のようにねあの割とまっすぐ東京は、うん、ええ感じじゃないんでね農道が多いんでねそうなんですよね横浜まあこの時期横浜行くのいいんじゃないですかあの、まあ、ビルもいっぱいあってでも道が広いので歩道も歩きやすいし東京のその まあ新宿とか行くと僕は歩きやすいと思うんですけどね道が広いんで横浜はほんと名古屋的なので名古屋の栄とか名域の3倍ぐらい都会にした感じですね名域とやっぱり栄より3倍ぐらい都会かなあと広いしねエリアが会社も多いしなんかねちょっと調べたんですよあの阪神ファンの友達もいてその <laughs> そろそ 阪神ファンの友達は名古屋出身なんだけどその大阪とあ一緒に来た人が関西の人だったんですよ、まあ、大阪神戸系の人なんですけど割とその品のいい人なんですけどまあでも大阪な感じしますけどねなんでやねんみたいな関西弁で喋るんですけど僕大阪意外と否定してるんですけどその友達そうやって野球見に行く友達関西人なんですよ <laughs> 変ですよ、ね、だからあんまり人によるんですけどね僕大阪人あんんまり苦手なんで、まあ 彼は割とそのインテリなので <coughs> なんか関西でもそういうちょっと神戸っぽい人なんですけどねあのまあでも飲むとわーって大阪人ですよ阪神ファンだなみたいなっていう感じがするんですよねなんか日本ファンファンファイターズファンってお関西人いないんですよ多分 <laughs> 北国っていうのもあるしオリックスがあるじゃないですかパ・リーグって関西ってだから。 ニピハムに関西弁は飛び交っってなかったちょっと目立ってましたよ僕らでもあのベイスターズ端の椅子でベイスターズえもう道挟んであー通路挟んでベイスターズファンだったんでセンターとライトの間ぐらいだったんでかった僕たちのでかい子が目立ってたと思いますよ僕はまあ名古屋弁混じりの標準語なんで。 あのあれですけど、まあ、楽しかったですよね。で、であの天気が良くて本当と気持ちよかったね。行くだけでいいっすよ。あれ、本当にストレス発散になるね。試合内容もあんま見てないっすからまあ、見てるけど。もちろん僕日ハムを応援してたけど、まあ1人で行く。その試合を見るっていう。楽しさもあるけど、男の友達とあやってスポーツ好きな。 ああいう話をしながら楽しむのっていうのは久々にまあ、そんな余裕ないんですけど今結構いろいろ焦ってるんですけど良かったですねなんか、うん、<coughs> なんだっけそうそうそう横浜のねことを調べたんですよ僕先に一人で練習見ててあの練習見たかったんで日本ハムのあのまあ 宮一軍に上がったたしみたいな新庄監督もね外野に来るしこうなんか見たかったんで早めに行ってで、ねえっと、大阪とで日本ハムファイターズの観客席も狭かったんですけど満員で席ほとんど空いてないんですよまあちょっと空いてますよ多分その当日来れなかった人 <laughs> 完売でで多分僕はあのチケットで流通センターみたいなとこで買ったんですけど で、えっ、ー、となんだっけなそう横浜とね大阪の市大阪市と横浜市の人口を調べたんですよね久々にしね、110万人ぐらい横浜の方が多いんですよすごくないですかそのさだから名古屋なんかもっと違うんですよだから横浜ってもう川崎市も政令して都市だし相模原市も政令市てしもう区がある市が3つもあるんですよねだからもうちょんでもないんですよ神奈川県っていや 巨大都市ね維新の会の大阪東京大阪やーって言ったけど大阪はもう横浜より110万人も人口が少ないんですよだから日本ハムファイターズファンいるの当たり前なんですよね、まあ、横浜って東京からやっぱ1時間ぐらい離れてんだけどやっぱ関東なんで東京に通ってんですよね当たり前ですけどねあの隣なんでねでもその人数が多いっていうやっぱりそのドーナツ化で 引っ越す人もいるしあと横浜はちょっとやっぱ東京とは全然全然全然街が、あのー、違う県だなっては感じはします僕も東京なまああれとね長いですけど110万人違うんだとそりゃ違いますよねで大阪は人口減ってるっていうので横浜なんかまだまだ増えてんじゃないですかね まあ、その川崎市とかもいいとこなんですよねあと相模原市もすごいいいとこだし大阪市もいいとこなんでしょうけどねそのやっぱりこ甲子園だから野球っていうのはこう <laughs> メルクマークというかねポイントとしてあのいいというかねその なていうんですかね。こう球場が都会にあるっていうのは大事なんですよね。名古屋ってね、名古屋ドームで、ね、ちょっとね遠いんですよ。一応名古屋市内なんだけど、とても不便で名古屋球場を僕が小学校の時やってた名古屋球場っていうのはあのドームができる前、名古屋駅のから歩けるんですよ。だから僕も絶対戻した方がいいってずっと言ってんですよね。中日ファン減るぞと。 あと岐阜や三重やね静岡の人も名古屋駅で新幹線とか JR で来るのに帰り楽じゃないですかそれだけで行こっか行く行こまいかってなるんですよあの僕だって横浜スタジアムってやっぱ横浜駅の隣のねほぼ隣見二つ見つけと3つ離れてるんですけど2つ離れてるから行くんですもん東京からだから僕みたいな人もいっぱいいると思うんですよ東京からまあ横浜スタジアムだったら <laughs> 立地条件がいいんで行くねってこれがね小田原だったら行かないですよ行かないえー、まあ日ハム見たいけどやっぱりちょっと躊躇しちゃいますよね電車賃ってお金もかかりますしねチケットね買ってねわざわざで終電とか混むこと考えたらだるいですよねだからやっぱり名古屋球場は名古屋ドームもいいんだけどちょっと名古屋球場改装して 狭いんだけどキャパが少ないんだけどその名古屋駅の近くに名古屋ドームを作った方が良かったし本当は名古屋ドームね名古屋駅の近くに作る予定だったんだけど中止になっちゃったんですよねなんかだから本当もうそういう風に筋した方がいいですよね都会はだから横がコンパクトに港未来とかまあ、凝縮されているというか名古屋も割と名古屋駅と境にしかほぼないのであとはまあ住居高級住宅 横浜は割とその規模がでかいというかね、そのアリーナとかね、まあ、あれは新横浜かちょっと、ちょっと遠いけど、まあでも横浜からね、横浜には何がいって新幹線とか <laughs> JR で、ね、新横浜っていう駅があるんで、やっぱり都会にいないと、忙しい人が多いしねその、ちょっと郊外の人が来れないっていうね、都会、うん。だから名古屋 トヨタスタジアムとかも失敗だったんじゃないですか僕行ったことないですかねあ一回行ったのはすげえ遠いんでトヨタ市ってあの名古屋から僕行ったことないっす、ね、あ豊田市一回行ったかなんかお祭りで一回行ったけどすげえ遠かったんでちょっと 2, 2回目ないかなと思ったんですよね豊田まで愛知県っていえばトヨタなんですけど豊田市っていうのは本当にすごい遠いんですよ 1>, まあ1時間はかかりますよ、ね、1時間ぐらい名古屋駅からやっぱり名古屋駅の近辺にあるべきっていうかねもうリニアなんか作らずにもっとなんかそういう名古屋市民がもっとな栄や名古屋栄っていう駅と名古屋駅とかその間に不思議なんですよその間に何かそういう球場的なものとかねエンターテインメントというかそういうのを本当は作るべきっていうかね。 まあ、その土地がね、地主の問題とかいろいろあるんでしょうけどね。僕はちょっとわかんないですけど、不動産とかね。まあ、日ハム負けたので、今日はちょっと仕切ってき、えー、てほしいなと思いますね。はい。<coughs> ツイッター、じゃあちょっとすいませんね。僕、最近のツイッターの、あの、YouTube のやる気の、まあでも結構喋ってますよね。あー あ今日バウアーなんだ,日本だ、ね、<laughs> サイ・ヤング賞もあったあなんか僕が田原敏彦さんがノーコメントだっていうやつねあのジャニーズ問題僕はもうやめて30年生っていうのにまあさすがとしちゃん冷静でやったらすげえやたらいいねがついてるんですけど僕はでもあのジャニーズ問題に関しては前も YouTube で言ったんですけど僕元あの大手事務所に。 所属はしてたんですよでモデル事務所にね、まあ、タレント俳優モデルオスカーっていうとこなんですけどだからまあ遠くはないのでジャニーズの元ジャニーズの人とかも会ったことあるし後輩でねジャニーズ受かってたってやつもいるし、まあ、僕自身も中学校ぐらい受けようかなと思ったことあったんで、まあ、僕は行ってないですけどね。ただ <laughs> その 過去にそういうジャニー喜多川さんにされて売れた人たちが自分でもうやらそう,そうそう被害に遭いましたっていうを名乗り出る必要はないと思います。で第三者委員会のね記者会見もありましたけどちょっと見ましたけどねもちろんその若年層の性被害っていうのはもっとすごい国際的な相当罰則を受ける案件なので,でただ被害あの被疑者っていうかね あの加害者がもうこの世にはいないのでジャニーさん以外の人がそういうことはしてなさそうなのでねその同意未成年の男子が好にこういうそういう行為をするみたいな。なんで別に今後は問題ないんだけどだから過去の売れのてる今も結構活躍されてる人が名乗り出てほしいっていう,うことなんですけど。 まあまあもうご本人ですよね。<laughs> あの前僕行ったかもしれないけど僕もその小学校の時ですけど気持ち悪いおじさんにそう何もそうちょっと内容はいないんですけどちょっと近いようなことをされたことあるんですよ。小学校ね5年生ぐらいかな。でま,あまあでも、 そんな母親には言いましたね。でも、ね、やっぱね小学校ね4年生ぐらいでも僕でももちろんその性に全く目覚めてない時だけど怖かったですよね、はあ。酔っ払いのおじさんみたいなやっぱり今明確に覚えていてで僕はその。<coughs> ジャニーさんほどの、ジャニ喜多川さんほどのことはされてないんだけどちょっと触れられたぐらいなただまだ僕はそういうい女性に女の子は好きだったけどそのもちろんそういう性には目覚めてない頃だし知識もなかったんだけどおなんていうんですかじたたん半ズボンの上からそういうことを手でなんかされてで 釣ったっ,ってうわ逃げたんですよ逃げたっていうかねちょっと痛かったんですよねでもちろんそういう,うー直接触れられたくてズボンの上からそうやってやってで衝撃でで怖くなって母親に言ったんですよねで母親もちょっと黙ってた感じかななんか 逃げなさいよとも言わなかったし多分母親の人生の中にそういうのはなんかうちのお兄ちゃんはされたことはないと思う僕大きい公園で悪いやつがいっぱいいた公園なんですよだから変なおじ変態おじさんもいっぱいだし変質者とかねまあいろんな事件があった公園なんです今もあるんですけど僕はでもその公園が好きで釣りとかしてたりね魚取りとか虫取りとか。 い,っぱいいい思いいっっぱ思あてそういう苦いっていうかね辛い思いもしたんでただあれが <laughs> そういう行為までされてていたらと思うともうちょっと傷は深かったし今こう言えるのはあのやっぱショックだったんだよね僕も。あの脳にいろいろこう「はてなクエスチョンマークからの」って感じですね。僕はもう本当にその被害届け出せる ますけどねそのしなかっっったたし昔はそういういいいいことがいっぱいあんんじゃななですかねなんかね聞きますもんねその小学校の先生でもそういうことをする僕の学校でも多分いたと思いますよなんかそれ怪しい今思うと怪しい先生いっぱいいましたからねその幼児が好きな男女かかわらずらそこは子供はわからないのでやっぱり大人が守っていかないきゃいけないというね <laughs> いどんな理由であれまあ、してやその売り込むとかねその まあそういった精神の人っていうのはもうその欲望だけのためにねやっているのででもちろんそのお金とか売り込むための口実にはなってるのでねよくないので再発防止とかやっぱり違う大人が守らないとっていうところはありますね部外者が僕はだからそういった意味で幼少の頃多分育ちのいいね横浜やその東京のいいとこの子たちはそういう。 された人もいると思うけど僕はその同性のおじさんにそういうちょっと触れられたことがあったのでまあそれは今でも明確に覚えてます三、ね、3年生ぐらいですかね夏ですね <coughs> 本当に気持ち悪かった気持ち悪いですよね本当顔も気持ち悪かったけどあの人何なんですかねでも二度と会わなかったんですよまあでもそういうのを 頻繁に僕以外の人もされてたとは思いますよね僕だけじゃないと思いますけどねだから昔なんてめちゃくちゃあったんじゃないですかね今なんてまだそういうこういうこととか話題になったり周りが警戒したりするけど昔なんて小さい子がいっぱいその辺にふわーってっめっちゃいたんだよ僕の世代も。いっぱい いっぱいそういう性被害にあった女の子も、とこいっぱいと思いますよ。まあ、それを黙ってる。親世代もいるし。それが当たり前というかね。難しい問題ですよね。僕もそういえば。まあ、そこに、まあ、僕は本当に軽度っていうかね。ただ。 本当に覚えているので。はい、<coughs> W/AWS がなんか障害みたいなやつですね、今から。解散総選挙があるのかどうか問題もありますよね。はいということで、それでは、東京はちょっとこれから雨降る。 曇ってますね。はい、それでは良い。水曜日バイバイ。